西日本総合展示場は、福岡県北九州市小倉北区浅野にある日本市を開催するための展示施設。通称は、西店。JR 小倉駅北側の浅野地区に位置しており、隣接する北九州国際会議場、アジア太平洋インポートマート等とともに、国際コンベンションゾーンの一角をなす。1977年5月。 当時の財団法人西日本産業、貿易見本市協会によって本館が開業。新館は1998年4月、AIM ビル開業と共に運用を開始した。その後 AIM 空室対策として2005年2月に流通センター棟3階にも展示場を設けた。運営母体は再編を繰り返しながら2017年に公益社団法人北九州市観光協会と 合併し、公益財団法人北九州観光コンベンション、協会となった。北九州スタジアム以外の周辺公的施設は、ほぼこの団体により運営されている。展示施設としては、展示面積7000平方メートルの本館と、展示面積約8000平方メートルの新館からなる。また、AIM の流通センター棟の3階にも、総区画面積1300平方メートルの中規模。 展示スペースを備える。本館は、磯崎真が設計したもので、シャバリケーブル部分の構造設計を川口守が行っている。各種展示会が開かれているほか、当期には本館の半分を使って、屋内スケートリンク、北九州アイススケートセンターが営業される。北九州市ある推進協議会が推進する、統合型リゾートの誘致に関連し、香港の事業者が、 西日本総合展示場を含む小倉駅、北口エリアを IR 候補地とした企画書を北九州市に提案している。企画書では、同展示場、北九州国際会議場、ミクニワールドスタジアム、北九州などを建て替え、新たに国際会議場、展示場、アリーナ、ホテル、テーマパークなどを建設するとしている。ありがとうございます。